の皆さんも若々しくて最高でした。恋するフォーチュンクッキー素晴らしかったです。ありがとうございます。バッチリバッチリバッチリですよ。順調に来てます、順調に来てます。ありがとうございます。とっても素敵でした。それでは今日開講されないブルーライブ横浜で盛り上げてくれた清水沼にも入ってもらいましょう。どうぞ。はい、どうぞ。はい、感想一言どうぞ。はい、ずっとこのリープなステージに立てて本当は10ポイントの皆様、ありがとうございます。そして皆様今日は長い時間ですけど最後までちょっと楽しんでいただければと思ってます。はい、どうもありがとうございます。せっかくですが一言ずつどうぞ、お名前と感想どうぞ。シンガーのリュウさんです。もう立ってるだけで気持ちいいです。いや、いいですね。これから歌うワクワクして、はい、すまんないです。ありがとうございます。そして、リーダーのアダムです。とにかく今日これから歌うこの歌に気持ち込めて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そして、横浜から来ました DJ の牛です。横浜でしょ。横浜です。この最高なロケーションで歌えることを本当に、嬉しく思います。はい、どうもありがとうございます。有名歌手の方もですね、そして一般参加の方も、大人の方も、お子さんもですね、男性も女性も、偉い方も、そして今から挑戦する方もですね、みんなが平等でこれ盛り上がるっていうのがこの開講祭の素晴らしいところだと思いますね。この2ヶ月間いいことがあった人もいますし、どっちかっていうと辛い思いした人もいるかもしれませんけど、今日に限ってはみんなが気持ちが一つ、これが素晴らしい。だからみんなやる気になるし、いろいろな立場で関わっている皆さんも心気を出すんだと思います。ちょっと紹介したいんですけど、横浜にはですね、有名なプロレスラーの方がいて、今日ですね、無料でリングでプロレスショーをやってくれた横浜高校出身の鈴木みどりさん、パンクラスの川村亮さん、高山義弘さん、ほかほか、ここ同じところに座ってるでしょ。素晴らしい。今日一肌抜いていただいてありがとうございました。お名前紹介してくれないプロレスの皆さんもどうもありがとうございます。さあ、こうやってみんなで参加してます。第33回横浜開講祭、横浜金庫ドリームオブハーモニー、花は咲く、みんなで歌ってください。お願いします。でももう大体のあれをやっていただいても十分です。ありがとうございます。君に